あ、また手裏剣チャール。あ、でもこれ違うか。とりあえずセーブさせて。ほい。行きたくねえな本当に。これって、あ、なるほど、背景じゃないのかこれ。ちょっと、ああ、うわ、すごっ、ちゃんと揺れるのね。なるほど、まあそれはいいとして、乗れたりするのかな。あ、乗れる。なんか起きないこれ、怖いな。カレンダー、おお、これなんだろう、日付に丸がついてますね。1412161723。またなんか謎解きですか。多分謎解きのヒントなんでしょうか。でもね、この先行けないんですよ、行き止まりになってるから。なんかあんのかな。3月1日4日12162467個ありますね。あ、でも右側にもボール7個あるから、なんか文字を入力するのかな。とりあえず行きますか。とりあえず行ってみて、でもって、ん、あ、なんでやれた。あ、なんか出てきてたぞ今。1412、1412、まあいっか、とりあえず行きましょう。こうなんか出てくるから、なんか入力が、あれ、入力じゃないの。あ、取るだけ。え、あれ、以上になっちゃったけど、あ、また弾が復活した。ん、どうすればいいのこれ。戻れそうだけど、とりあえず弾全部取って戻って人形に打ってみましょう。多分関係ないと思うけど、やっぱカレンダーがなんか、あ、戻れた、打つ、あ、もう関係ないか。マウス違うね。ん、取る順番かな。だとしたら1個目、でも12とかないもんね。で次4つ目、あ、でもこっから分かんないもんね。あー、じゃあ違うか。どうすんだこれ。あ、これ分かったかもしれない。やっぱ取る順番じゃないかな。141216は確かにないけど、その10の位を抜けば1426735、ちょうどこう被らないですもんね、数字。あ、それかな。ちょっと待ってください。よし、ちょっとメモったので行きましょう。でこれで違ったらちょっとわからない、危ねえ、わからないので調べようかなと思いますけども、まず1ね、次4 2 2、6個目はここか。あー、まあいっか、取れますよね、順番通り取れるよね。6735、いけるか、違うかな。あー、うまくいかない。一マスジャンプ難しいね。ほい、お、正解、いけたね、いけたね。あ、しまった、もう何してんの。でもって5と、よしよし、今度こそミスなよ。よし、来た。そしてこれ変わってないね。また人形弾打つのかな。お、びっくりした、うわ、え、以上。あ、でも手裏剣なくなってる。でもなんか怖いな、あのスペースは行きたくないけど、行かないと進めない。行きますか。こんなことしても多分意味ないと思うけど、来るときは来ちゃうでしょ、来ちゃうでしょ。お、なんだこれ、なんか入り口あるぞ。ん、あ、消えた。あ、まあ暗くなったのか。ん、あ、なんか、うわ、当たり判定あんのね。怖いな、もうこれなんかまた起きるよね。ここまではオッケーよ、オッケーオッケー、さあ行くよ。女の子が来たら一回逃げよう、逃げる。この子を避けてくわけでもないよね。いや、もうなんか精神的にきますね、描写がリアルだから。なぜなら、そろそろ、え、これどうすんの。ん、あの、あ、ジャンプしてけってことかこれ。あ、え、待て待て、また暗くなったよ、また暗くなったけど、え、どうすんのこれ。あ、ま、え、どうすればよろしいの？ジャンプしていけばいいのかな？暗くなるのはどういう演出？それ。よし、避けてみますよ。うわ、また音がリアル。今上に上がってきました？ここからね、
もうあんまり何度も見たくないよこの光景は。誘発チャンス、誘発ってどういうことか分かんない。あ、行った、上に戻ってった。まあ、意思はないですから誰かに引き上げられたんだと思うんですけど、これ電気消えたまま、あ、消えたまんまなの。え、あ、で、そうだよね、先進めないもんね、撃てってことか。ああ、また来た。え、人形ちゃん、うわ、びっくりスライドしてきたよ。薄暗いけど若干見えてんだよね。あれ、よし、行った、うん、まあ、行ったっていうのも良くないですけど、不謹慎になっちゃいますからね。待ってね。で、押して、押したらこっち行って、よしよし、オッケーオッケーオッケー。そしてもう来ないよね、これでいいのかな。カレンダー関係ないよね。あ、で、針がどいてるから、あ、やっといけんだ。これちなみに上とか行ったらなんか起きるかな怖いもの見たさというのは恐ろしいもので、何もないね。じゃあ行きましょう。ゴー。うわー、もう、ああいう、ああいうの嫌です、ああいう写真飾られてる系。どうしよう。そうね、時間的にこのマップ超えたら今回のパートは終了しましょうか。さあ行きましょう、もう一頑張りってところが。うわ、なんか来た、白いの来た。なんか怖いのにも若干慣れてきたところあるけど、それでもまだまだおっかないね。まあ、慣れることはないでしょうけどね、そんなに。これ、うん、そこちょっとマス目ちっちゃい、これなんで当たんだこれ。そい、あ、来た来た。ああ、ただ白いのが通過していくだけか。上、あ、調べられんの。おお、うわー、なんかもう これさ、またな、違う時に見たら顔変わってるとかそういう系でしょう。ホーンテッドマンション的な。まあ、もうちょっとリアルに怖いんですけど。ああ、そのちょっと狭いのむずい。まあ、1回見ておいて、これ1回でジャンプしていけないかな。あ、いけるね、その方が絶対いい。あそこの半分のマスは厳しいものがある。ほ、危ない。あ、来れた、割と早めに来れた。あ、じゃあ1回調べなくてもいいのか。え、あれ、額今、あ、動いてるね。え、また戻んのかな、これで。戻ってみます。あー、そこむずいの。額を半分落とした状態で戻ってみたら、あ、こんな顔だったっけ。あ、え、なんか今目動きませんでした。今目動いたよね。うわー、なんか怖っ。あ、以上か、以上ということは、これ来る必要あんのかな。うわー、なんかありそうだな、ここ。うわ、行きたくないな、もう。よっ、あ、あ、あ、え、落ちた。いや、待って、え、今何の音、ブイーンって。あ、あ、閉じ込められた。え、あ、じゃあ行けないの。あー、そういうことか、分かった分かった。額が落ちて、なんか後ろにね、隠せるなんかスペースみたいのがあったんで、あそこ行くと何か手紙かなんか入ってるとか、そういう話かな。それまた戻るのか、じゃあ。なんか起きそうだな。針も飛んでこないね。ここ。これ、取ってまた戻ってくるとかじゃないよね。可能性はある。よっ、あ、もうそこ、なんかそこ当たるんだよね。この額が落ちたところから始めていくんだ。これ結構むずいよね。そこの狭い、あ、来た、ここが飛べない。来た、超えたぞ。なんかあるか。あ、やっぱ取れるね、なんか。あ、お、ピストルか、ピストルか、リボルバーちゃんね。そしたら、え、これまた戻るの。下からじゃないよ、多分上からかな。どっちから行くのこれ。でも下開いてないもんね、上か。あー、待った、ちょっと待って、また戻るのかこれ。ここが当たる、よく、よし、来た、2度目リボルバちゃんゲット。そしてここがね、1回で行っちゃう、1回で、よしよし、 OKOKOK、 いい調子よ。でもって、ここで罠が発動、さっきみたいに閉じ込められなければいいし、もし閉じ込められるんだったら下か、どうだろう。あ、やっぱダメなの。あ、っていうかこっち行っちゃったからダメなのかな。
ああだとしたらさ、別に下から行くんだったら罠発動しないとかなのかな。ちょっと行ってみようか。あ、こっちから行けるんだ。へえ。あ、であればこう来てよっ。あ、来た来た来た。あ、来れるじゃん。あー、なるほど。え、でもこれ調べられますね。さっきのピストル取り行く必要あんのかな。おーおー、うわうわ怖っ。血を流してるよ。え？え？終わり？やっぱピストル持ってこないといけないのかな。これで終わりか。ちなみにこの下からこっちから行くとなんか変化あんのかな。おお、びっくりした。あ、別にないか。一緒ですね。まあ一緒ですね。でもとんでもないこれは光景ですけども。ちなみにこれこっちから行くとどうか変化あんのよ。あ、別に何もない。あ、何もないのか。何もなさそうね。ああ、うん、なるほど、そういうことですか。よし、リボちゃんゲット。オッケー、よし、オッケーオッケー。あとはそこのね、帰りの空中上下を、急にアイワナっぽくなりますけども、超えられるかだよね。あ、ダメ、高い。再びリボちゃんゲット。よし、オッケー。ここはいいんだよ、あの空中上下ちゃんが最後は鬼門の鬼門ですから、そこが越えられれば。坂もよし、来た。オッケーオッケー。で、まあ武器持って、武器あるからってなんか変化が起きるのかっていうのは何ともわからないとこですけど、あ、これ変わんないのか。あー、でやっぱ目から血、すごいなこれ。あ、あ、撃ち抜くんだ。あ、ちゃんと横たわってるのにもちゃんと撃ち抜かれてる。うわー、すごいな。次行きますね。うわ、またなんかあるな。ここも写真あるよ、写真が。いやね、このステージはちょっとやばいな。結構ガチで、ガチのホラーじゃないかという感じで、結構もう精神にガンガンとねパンチが効いてますけども、まああの次回もまあ、頑張ってゆっくりやっていきたいと思います。はい、まあ、ボスまで行けて、まあ、ボスね、あのいつものこう調子で、あの倒せたらいいなとは思うんですけども、はい、まあ起動すんの気が重いな。はい、では頑張っていきたいと思います。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。